こんにちは、万博大学の代表ドンガバチョです。みんな元気ですか？学校や保育園幼稚園がお休みですが、お家の中でお父さんお母さんと兄弟と仲良く過ごしていますか？万博大学の活動もまだ始まりません。早く活動が始まるように今準備をしています。今日はお家で過ごしているみんなにガバチョから一つ遊びを教えしたいと思います。まず一つは紙飛行機です。遊び虫のみんなも作れると思うので作ってみてください。で、次に紙飛行機なんだけど、お家の中なので遠くへ飛ばせないので、こんな遊びはどうですか？お家にある紙で的を作ってください。そして飛ばして何本当たるかね、それを競ってみましょう。いくよ、えいっ、1本。残念でしたね。また紙飛行機もいろんな折り方があるから、お父さんお母さんとやってください。こんな色紙で作るとまた楽しいかも分かりません。もう一回いくよ、2本倒れました。じゃあこの今度はこの的もね、これだけではつまんないから、こんな風に自分で絵を描いたり色を塗ったり頭をつけたり手をつけたりしてみてください。いろんな工夫をしてお家で過ごしてください。お家でも万博の誓いを守ってください。会える日を楽しみにしてます。またねー。